きまで逃げていた男に何が起きた。私も体を張るしかないね。500キロタックル。一刀パンチ。おい、まだ意識はあるかな？君がどんなに強い超能力者でも、優れた超能力者とは言えないね。なぜなら支配欲がないから。そんなに強いのに無名なのは、力を隠して生きてるからでしょ。私は違う。常に向上心を持って、もっと上に行きたい。世界中をこの手で。OK。上乗ったまま喋んじゃねえよ。なんて密度のエネルギーバリア。そうか、さっき黒玉が破裂したのは、巻き込もうとしたエネルギーが大きすぎて容量を超えたんだ。ありえない。何者だ君。それとだな、人と話すときはガスマスクを外しなさい。そいや、すっぽ抜けた。つうかなんだこの力。あ、おー。